この世を守るやつ、その名はガッチャマン、科学忍者隊ガッチャマンファイター。ゴー！空を飛び地を駆け海を走り、未来に輝く道開く、頼むぜガッチャスパルタン、我らの平和を取り返せ。行け行け行けガッチャマン、今日も大空駆け巡る、今日も地球を駆け巡る、おーガッチャマン。Z が宇宙パルスを使って何事かを企んでいることはもはや疑う余地もない。これを見たまえ。セドニー氏、グリッジ氏、そして今度のドジシティ、これらの破壊方法だが、強烈な光線兵器で町と天文台を溶解されたそうだ。強烈な光線、宇宙パルスと何か関係があるんですか？いや、あるとすればむしろ天文台との関係を考えるべきだろう。天文台？そうだ、この3つの都市にはそれぞれ大きな天文台があった。総裁 Z は宇宙パルスを調べられることを恐れているのだろう。今鴨木市長にスペーサー博士のデータをもとにしてパルス収束器を作ってもらっているところだ。パルス収束器？総裁 Z の謎を解明するためには、その宇宙パルス AQ3 という宇宙船の一種が一体どのような性質を持つものか分析する必要がある。そのためにパルスを集めるんですね。南部長官、子供が長官にお会いしたいと受付に来ているのですが。子供？ええ。ああ、こら正一だよ、南部のおじちゃん。正一か、分かった、第三ホールへ案内してくれ。はい。ね、知り合いだったでしょ？鴨木市長のお孫さんだよ。鴨木市長の？ただ一人の肉親だ。いやあ、正一君、よく来たな。長田のおじちゃんが心配してたよ。もうすぐ迎えに来てくれるはずだからね。だって僕、おじいちゃんに会いたかったんだ。早く会わせてよ。正一君、おじいちゃんは今別のところで働いているんだ。僕会いたいんだ。もう一年も会ってないもの。おそらく大変な任務になるだろう。しかしこの仕事の適任者は君しかいないのだ。やりましょう。世界平和のためです。ありがとう。いや、こちらこそ、こんな老いぼれに声をかけてくださってありがとうございます。おじいちゃんをどこに連れて行くつもりだ？正一、僕のおじいちゃんはどこにも行かせないぞ。正一、たとえおもちゃでも銃口を人に向けてはいけないぞ。無理を言ってすまん。正一君を悲しませてしまったようだな。ええー、何、正一も男の子です。これぐらいのことが我慢できなくては困ります。助手の長田君に預かってもらいます。ねえ、南部のおじちゃん、僕をおじいちゃんのところへ連れてってよ。正一君、おじいちゃんはね、今お仕事が忙しくて手が離せないんだよ。だから正一くん。正一くん、いけねえ、長田のおじちゃんだ。僕おじいちゃんに会うまで絶対帰んないからね。ああ、お正一くん、おいらに任せていて。よし、頼んだぞ。
美味しいだろこのキャンディ。うん、よくおじいちゃんも買ってくれたよ。翔一くんはおじいちゃんが大好きなんだね。うん、大好きさ。翔一くんにはいいおじいちゃんがいて幸せだな。オイラのおじいちゃんはいないんだ。でも一緒に暮らせないなんてもう嫌だ。そうか、寂しいだろうな。オイラ、ジンペイ、よろしくな。おじいちゃん約束してくれたんだ、鉄獣をプレゼントしてくれるって。鉄獣？うん。ああ、鉄獣、鉄獣ね。今日一日入場区へ泊まり、明日江戸市へ帰ろうと思います。いろいろとご迷惑をおかけしました。元気出しなって、翔一くん。甚平ちゃん、あんまりメソメソしてると鉄獣のプレゼントもらえなくなっちまうぜ。それでは皆さん、いろいろと失礼いたしました。会わせないで返すなんてかわいそうだな。鴨木市長も会えば帰って後が寂しくなるだろう。今まで耐えていたんだ。いいか甚平、翔一くんが鴨木市長に会いに来たことは黙ってろよ。絶対に言っちゃダメだぞ。余計な心配をかけるだけだからな。ああ。技師長。おお、戻ってきたか。わしもたまには技術長の空気を吸いたいもんじゃの。おお、なんじゃ、バカに気が利くじゃないか。どうです仕事の方は。やっと一段落ついたところじゃ。ところで長官の用は何じゃった？やはり宇宙パルスか。パルスの解明までにはまだだいぶ時がかかるわ。ねえ技師長、一段落ついたんならさ、入場区へ出てみない？そんなに根詰めちゃ体に毒だよ。今日はバカに親切じゃな、甚平。いや、その技師長の体のことを心配してさ、おいら技師長がおいらのおじいちゃんのような気がしてさ。こいつ孫みたいなこと言いよって。やっぱり技師長だって翔一くんに会いたいんだ。翔一くんは明日の朝になったら江戸市に帰ってしまう。よしねえ行こうよ、おいらもお供するからさ、気分だって晴れるぜ。まあ技術長に用がないでもないが。よし決まった。そう急ぐな、なぜ柱にはならんのだ。もうダメじゃ。もう何やってんだよ技術長。甚平、ホテルで一体何をするんじゃ。わしは技術長に用事が。こっちのが先だ。ぼやぼやしてると帰っちまうぞ。帰っちまう。甚平、何が帰っちまうんだ。おじいちゃん！翔一。おじいちゃん！翔一。会いたかったよ。僕寂しかったよ。先生、申し訳ありません。おさだ君。帰れるよね、おじいちゃん。帰ろうよ。帰れ。この育児なし、寂しいなんてそれでも男の子か。そんな弱い子はわしは嫌いじゃ。二度と来たりしてはならんぞ。おじいちゃん。技師長。
ロニー市、グリーン市、ドッジシティ、これらの都市吸収作戦見事であった。総裁、あの鉄柱の破壊光線は素晴らしいのイチゴにつきます。エネルギー源は特殊なもののようですが。エゴボスら、次の攻撃目標は江戸市のプラザム天文台だ。また天文台ですか。天文台ばかり攻撃して一体どういうつもりなのだ。例の宇宙パルスに何か関係があるのでは。エゴボスら、江戸市の防備は固いぞ。十分に注意して攻撃せ。心得ております。鉄獣パルスドラゴンには忍者隊も歯が立ちますまい。うん、任したぞ。見ていろよ総裁 Z、 今に貴様の弱点を探し出してやる。ケンペラ、メカンドルに連絡して江戸市のプラザム天文台を直ちに攻撃させろ。はっ、エゴラ。宇宙の彼方で作り出している半物質合成に伴うエネルギー漏れが思わぬところで役に立ったわ。ガッチャマン。すまん、正一、許してくれ。わしだって一緒に暮らしたい。じゃが、わしはいつ戦いで命を落とすかわからん。強くなってくれ。一人でも生きられるよう勇気を持ってくれ。ああやってもう2時間になるぞ。だいたいおめえがいけねえんだわ。だってよ、正一君が。ジンペイ、カモギ一社は俺たちにも内緒にしていたんだ。辛い思いを心にしまってな。まあ今さらジンペイを責めたところで仕方がねえがな。そりゃまあそうだけど、まあそういうこった。江戸市に鉄獣が現れた。出たか。そうか。現在防衛軍が応戦しているが、特殊エネルギーを使用すると睨んでる。宇宙パルスですね、長官。正確には宇宙パルスに誘導された特殊エネルギーだ。よし、出動する。待て。え、鴨木市長にも同行してもらいたい。わしも江戸市だぜ、正一君が。え、ダメです。わしは科学忍者隊の足手まといになります。技師長、パルス収束機は完成しているはずだ。それをガッチャスパルタンに積み込み、鉄獣のエネルギー源は何かを突き止めるのだ。収束機を使えるのは鴨木市長、君だけだ。鴨木市長。鴨木市長。わかりました。必ず成功させてみせます。うん、科学忍者隊出動せよ。ラジオ。正一、すぐ行くぞ。無事でいてくれよ。この鉄獣パルスドラゴンには強力なバリアが張られているのだ。メガンドル様、最終目標プラザム天文台射程に入りました。よし、照準を合わせろ。最終攻撃目標を確認せよ。目標2121点、アルサービームセット完了。目標左へ移動。左へ3度修正。左へ3度修正。未確認飛行物体接近。ガッチャスパルタンかと思われます。何？これはひでえもんだわ。正一君。正一。ギャラクタ。デュー、パルス収束機セット。ラジャー、行くぞ。攻撃開始。ガッチャースパルタン接近。パルサービーム発射。ケン、宇
宙パルスキャッチしたぞ。鴨木師匠、宇宙パルスを破るには光線の反射装置が必要だ。反射装置？これぐらいのパルスなら天文台にあるもので十分だ。わしを下ろしてくれ。え？技師長。大丈夫じゃ、わしを下ろしてくれ。ヘン、俺も行くぜ。ボディーガードが必要だ。デュウ、騎士をプラザム天文台に向けろ。ラジャー、俺たちが帰ってくるまであの鉄人を引きつけといてくれよ。あ、じゃあ、さあ行こうか、貴様。うん、ジンペイ、どこへ行く気だ。おじいちゃん様、急いでくれよ。鉄人がそこまで迫ってきてる。もう少しで。何をしてる。これだ、リーダー。ダメじゃ、バリアを張っている。いくら攻撃してもびくともせん。構わん、ジョーたちが戻るまで鉄人を攻撃し続けるんだ。貴様、まだか。あとこのピンを外せば OK じゃい。ケン、これ以上続けていたらこっちがやられるぞい。ケン、聞こえるか。反射装置を手に入れた。迎えを頼む。デュ、天文台へ。何じゃ。さあ行くぜ、爺様。ん？カモギ師匠、装置は手に入れたが、やつはバリアを張っている。どうやってあのバリアを破るんじゃい。攻撃を避けるためのバリアにも弱点はある。どうするんだ。光線を発射するためには発射口付近のバリアを一瞬解いているはずだ。それでなければ自ら張ったバリアの中で光線が爆発してしまう。なるほど、そこを狙えば。鴨木師匠、急いで G1 号メカに反射装置をセットするんだ。ん？ん？ガッチャスパルタンで攻撃すれば目標になりやすい。 G1 号メカなら敵の光線を避けられる可能性は強い。それしか方法はないじゃろ。よし、セット OK じゃ。 G1 号メガブレッジアウト。ビームが押し戻される。バリア内に突っ込んできます。
正一。甚平ちゃん、僕鉄条なんていらないよ。どうしてだい正一くん。僕おじいちゃんにも会わない。え、だって僕町がこんなになってるのに逃げてばっかりいた。でも甚平ちゃんは僕のこと心配して助けに来てくれた。甚平ちゃんを見てたら僕がとても弱虫に見えてきたんだ。だからおじいちゃんとも会わないよ。甚平、会えばきっとまたおじいちゃん心配するもの。正一、おじいちゃん。こいつ俺たちを無視しおって。宇宙パルスをめぐって科学忍者隊とギャラクターの戦いは続く。総裁 Z の宇宙パルスの謎は何か。果たしてその謎を科学忍者隊は解くことができるのであろうか。鉄獣ユニメカーンに観測船が沈没され、ベアリー博士が行方不明となった。博士を探す娘ルーシーの用心棒を買って出た竜は、幼き少女と共にギャラクターに立ち向かう。次回、ガッチャマンファイター、果たされた約束をお楽しみに。